よろしくお願いします。柏木春、超特急というグループで活動しております。生年月日は2005年3月31日生まれ、18歳となっております。血液型は A 型です。よろしくお願いします。いやでも無理をしないことが一番だと分かりましたね。僕は、はい、僕結構人生気楽に生きてる人間なんで、何も考えずに生きてるんでそれもどうかと思いますけど、まあでもすごい、こうなんでしょう、僕は前まで結構考えて行動してて結構こう、ね、疲れることがあったので、なんかこの1年でそれを学びましたね、すごく。はい、いろんなことがつながって、でこういうことになったと思うので、一つ一つもっと大事にしていこうかなと思います。はい、もう下の名前が春なんですけど、ここはやっぱ一番下なので、僕は最年少なので、春くんとは最初から誰にも言われたことないですね。もうみんな最初から春って言ってくれてて、僕はくん付けで呼ばれることはメンバーからはないです。物おじしないで自分で言うのもあれですけど、割と何でもガツガツいけるのかなと思います。まあ、一人一人結構個性強いんですけど、まあ、ちょっとじゃあメンバー9人いて僕の時と8人いるんで、時間のもうあれなんで、一人ちょっと挙げるとすると、高松アロハ君っていうこうメンバーがいるんですけど、彼はすごいこう僕の中で全部めちゃくちゃ面白いんですよ、行動とか。なんかでめちゃくちゃ、多分写真をパッて見た瞬間、あこの人陽キャだなと思って、多分みんな、あ陽キャなんだって思うかもしれないんですけど、中身めちゃくちゃ真面目で すごく繊細な子なんで、なんかそこがいい意味でギャップなので、僕すごい好きです。はい、地元でデート、でもまあいろんな場所ありますけど、グリーンランドっていう、こう、まあ、熊本の荒尾市にあるものですけど、こう遊園地なんですよ。ですごいめちゃくちゃアトラクションの数とかあって、マッチで楽しんでちょっと行ってほしいですね、ぜひ皆さんに。ビビ、まあ、こう反対バージョンもね大事ですから。うわーどうしよう、うわまだか、よし、ビビ、マネージャーさんからお話を聞いてですね、まあ、こうメッセージをいただいた時に、まあ多分間違いじゃないかと、マネージャーさん2人でこれ多分俺じゃないっていう話を一旦したんですけど、まあ、まさかの僕で、まあ、今もちょっと現実かどうか怪しいと思うんですけど、すごいびっくりして、でもめちゃくちゃ嬉しくて親にすぐ言いましたね。僕チョコレートめっちゃ好きなんですけど、なるべく食べないようにしましたね。なんでしょう、チョコレートってやっぱりお肌にというか、あんまり食べ過ぎて良くないので、ちょっと我慢しようと思い3日前ぐらいから頑張ってますね。はい、ちょっと食べちゃいましたけど、はい。で、2つ目は僕
僕パックしないんですけど、めっちゃパックしてます最近。1日2回やってます、ね、朝夜やってて、でもう一つはそうですね、運動ですね。こう僕ちょっと最近体を絞ってきてるので、自重トレーニングとか結構そういう体を絞る系の運動を率先、自分でやってますね、率先して、はい。僕のマネージャーさんが多分写真撮るの上手いのかなと思うんですけど、まあ、自撮りはそうですね、寝癖は直して撮りましょう、はい。あとこう、まあ、撮られる時はなるべくこうね、寝癖を直して撮りましょう、はい、それですね。必需品、愛用品、今日リュックで来たんですよね。まあ財布はみんな多分そうなんだと思う、まあ、じゃあ一つ財布と、二つ目は僕ダンスシューズですね。最近はどこでも履いて踊れるんで一応持ち歩いてはいますね。三つ目は、なんか知らないですけど日焼け止めがずっと入ってます。これはただ単に多分整理が下手なだけで、整理整頓ができてないだけであって、夏のものがずっとあるという感じですね、はい。2種類撮らせていただいたんですけど、こう1つ目は何でしょう、子犬系という なんかこうリクエストを耳に挟んだので、いかにもワンワンって言ってるような感じで撮らせていただいたんですけど、2つ目はこうすると真逆といったらあれですけど、こうクールでこう大人っぽい感じの表情だったり服だったので、ちょっとヴィンテージ感もある色でレトロな感じがして、僕すごいこう古着系好きなので、すごいなんか好きでした、はい。基本的にダボダボした感じの洋服が好きです。すごいな、限られてるんだ。この撮影後このチョコレートいただいたのでチョコレート食べます。はい。ビビ。本当にまず投票してくれてありがとうございます皆さん。まさかね、この18歳でまさかこう僕が選ばれるとは思ってもなくて、すごくこう嬉しい気持ちもある反面、こうみんなから期待されてるなって思うので、自分のちゃんとやるべきことをこれからもやっていくつもりなんで、皆さんに応援してもらえるようにこれからも頑張りますので、よろしくお願いします。ビビ2月号に僕柏木春が登場しています。ぜひチェックしてください。皆さんこんにちは、柏木春です。この度ビビ国宝級イケメンランキングのネクスト部門にランクインいたしました。そしてそれを記念してですね、国宝級イケメンスペシャルグッズを作っていただけることになりました。ありがとうございます。はい、12月22日にビビスペシャル、オンラインくじサイトにて販売予定です。僕の爆イケな、グッズたちをお楽しみに。